さあどうもこんにちは、モータージャーナリストのゴミ屋坂です。今日のイカライフ動画はですね、もう後ろに映ってますけれども、やっと乗れましたよ。ホンダの新型ベゼルです。もうまた大人気車種になるのはもう明確ですよね。もうすでにもうオーダーかなり入っております。でもうすでに僕の動画ではもう2本ベゼルでは上げてますね。もう片方はもう100万再生超えてたりとか、かなり注目がされてるのが分かりますよ。その再生数からも相当だから、もう人気車種でもあり大注目の車という話です。でなので内外装紹介であるとかグレード構成であるとかはもうそちらの動画を見ていただければと思います。概要欄にも貼っておきます。なので今回は試乗に徹しようかなと。どういう乗り味なんだっていうあたり、やっぱ後ろからの姿もかっこいいな。最初乗るのは EHEV です。なのでもう今すでにオーダーの中で EHEV がもう9割ぐらいをもう誇ってますので、もうなのでその売れ筋から試乗するという形です。でこれ四輪駆動ですけど、やっぱりエンブレムどこにもないですね。外から見て四輪駆動ってだからわからないんですよ。ですけどこれ最初四輪駆動です。まあ覗けばここにドライブシャフトが必ず、ちょっと見えづらいですけど、はい、ドライブシャフトありました。今指さしてるのはこれドライブシャフトです。これ後輪を回すシャフトになります。ちょっと細めではありますけど、はい、まあでも、はい、まずは四輪駆動からの試乗で、その後ガソリンモデルの四駆と二駆も乗りますし、最後またこの EHEV の今度は二駆モデルもう乗っていきますので、まあそれら4つどんな乗り味の違いあるのというのもレポートができればなと思います。と同時に今日はまあ時間が余ったら、もうその試乗だけで4車種あるので前半後半動画2本になってしまうかもしれないんですけど、ここほら、エアロパーツ付きですよ。無限さんのデモカーです。アクセスさんのデモカーが2台あります。これらはまあ独立して3本目の動画にしようかなとも思っております。まあ、こういうパーツってまあ僕もそうですけど、カタログとかよりもやっぱ動画とか、あの実際車に着いた時のいろいろな角度で見たいとかいろいろあると思うので、ちょっとまあそういう、まあ僕自身も結構自分の車エアロパーツつける時に、いやそういうのがあったらなっていつも思うので、ちょっとそういうのを参考になればなという思いで、ちょっと後ほどまた撮りたいと思います。という形で今回は盛りだくさんな形で、今日一日忙しいですね。もうベゼル祭りで僕の中では行きたいと思います。じゃあまずは EHEV 四輪駆動の試乗です。どんな乗り味でしょう、楽しみです。さあ早速行きましょう。ちょっとどんな感じか、もう最初からこれインプレ取ってってますよ。まずは滑らかじゃないですか。この滑らかさ、あの実は車の試乗とか印象って最初のほんとね、50メーターもいらないですよ。10メーターとか30メーターぐらいとか、ほんとそこを乗った時の最初の印象ってほんと大事にしてみるのがいいかと思います。そこで感じたものって実はものすごい大事なんですよね。で結構そこの最初の本当乗って最初の10メーター20メーターとか本当10秒間ぐらいで感じたものって、なんか試乗慣れしてない方で言うとなんか気のせいだろうとか、なんかそういう風に思うかもしれないですけど、実はねそこが最も絶対的になるって言ってもいいぐらいね、大事なポイントなんですよ。例えば乗り換えた時とかに、うわ静かじゃんって思った、やっぱその車静かなんですよ。なんかね僕はそこを本当大事にしてて、これめっちゃちょっとやっぱ滑らか、走り出しとともに感じてましたけど滑らか。こう本田さんやっぱね、これまた B に入っちゃったな。僕いつも思うんですけど、あ糸くず、糸くず今外に捨てようとしたのがなんか映っちゃったぞ。はい、まあ自然に帰るからいいかななんていう、そういう世界ではないですよ。もうそういうことは、そういう時代ではございません。すっごい滑らかなんですけど、ちょっと音は少しこもる系。いやいやいや、何これ、ちょっと待って、なんでしょうね、一言で言ったらすげえ
すげえっていう、すげえっていう言葉に尽きる。まあでも、あそこの試乗会場を選ばれてる理由も、この路面ちょっと綺麗なんですよ。山中湖の周り、湖畔。で、少し行くとちょっと荒れた道もあるんですけど、にしても静かだ。僕来るときオデッセイ乗ってきてたんですけど、全然オデッセイよりこっちだな。おー、マンホール通っても滑らかじゃん、静かじゃん。あの音の介入が少ない。いや、何これ、本田さんの言ってることの受け売りになるかもしれないですけど、本当音圧変化がとても少ないです。ハンドルもしっとり、このステアリングの肌触りもいい。これ Z グレードです。あのプレイでもなくて、Z グレードです。で G グレードでもないですよ。もう G グレードとかだとブラインドスポットモニターとかつかないので、でこういうブラインドスポットモニターもあの Z グレードだとつきますけど、これはこれで進化してるんですよ。あの今までブラインドスポットモニターって要はあの車線変更するときに、後ろ側からあのその車線変更したい車線に車が来てるとき危ないよって教えてくれるものじゃないですか。これだいたい3メーターぐらいを認識してたのを、今25メーター後ろぐらいまで認識するぐらい遠距離まで見るようになったりとか、あの同じ名前としては変わってないんですけど、ブラインドスポットモニター、でもその中身ってやっぱり変わってて、だからアイサイトとかみたいに名前をアイサイト 1.0 とか 2.0 とか X とか変えてってくれたらいいんですけどね。だから 3m が 25m 後ろまで見るようになったって、これすごいことじゃないですか。でもまあそういった進化もしております。で単眼カメラになりました。これミリ波レーダーを使ってないです、運転支援は。そういったところも結構変わってる要素ですね。あの単眼カメラで大丈夫かって、単眼カメラ全然大丈夫ですよ。あの高解像度の要はマルチパーパスのカメラですので、まあなので、視野角が広くて高解像度です。なので単眼カメラはまあ大きくは今2種類あると思ってください。だからあの単眼カメラでも視野の狭い低解像度カメラで、あの画像認識の IC チップもちょっとそんな賢くないものと、もうこの今ホンダベゼルが積んだような高解像度カメラのこのマルチパーパスでいろいろなものに使えるっていう言い方でいいのかな。まあまあまあ間違ってはないな。で画像認識の IC チップもちゃんと賢いのを入れてっていう、要はあの画像だけでやろうと思った時にはやっぱり IC チップが、要は半導体、要は電子コンピューター、電子頭脳が大事なので、なのでそこをすごくまあ力を入れてるっていうのも言えますね。いや、しかし乗り心地いい。足がね、若干大きいギャップに来るとバタつきで、そのバタつきで、まあ正確に言ってしまうと、これ取り付け剛性高められてるって言ってはいるんですけど、まだちょっと若干横方向逃げる感じがあるんですけど、まあそういうのがあるからこの乗り心地なんだろうな、音圧変化を防げるんだろうな。いや、何にせよ今こういう風に僕が走ってるペース、速度ペース、今50キロぐらいですけど、速度ペースであるとか、こういうだらっとした街中ドライブで言うとめちゃくちゃいいと思います、この車。肘置きが低い、前にも出ない。こんなにしっとりと走るんだったら肘置きもうちょっとパッと置きたいんですけど、手を。そしたらすっげーいいですよね。なんかあの仙台ベゼルのあのコクピット感のあるこのセンターコンソールがドンって高い、あれが懐かしいな。いや、しかし滑らか。やっぱり接合剛性高められた効果は出てるかと思います。でどういったところでかっていうと、このハンドルをちょっと切った時の緩みが結構少ないですね。マジですか。これでブレーキタッチは、ブレーキタッチも悪くない。はい、止まれで一回止まって、最後ほらカックンってならないでブレーキ調整もできるし、
後ろの蹴り足もしっかりある。ちょっと走り慣れた御殿場に行こう。僕は今日カーブ、もうちょっとリアしっかり感欲しい感じあるけど、でもそれを求める車じゃないもんな。十分ですよ、十分。いやだからファミリーユースとかを考えたらこれでほんと十分。例えばまだ20代とか30代とかで、まだその結婚してなくて、で友達とかと休みとかたまにはキャンプ行ったりとか、じゃあ今回俺の車で行こうかとか、そんな使い方であるとかの、なんて言うんでしょう、ライフスタイルを考えた時にすっげーいいと思います。この乗り味があったらこれヒーローになれますよ。お前の車すげーなって多分なると思う。マジっすか、これちょっと良すぎなんすけど。多分その僕の振動おじさん的な感覚で言った時に、こういう風に振動をすっごいコントロールしようとしてる意思が伝わってきてて、でそういう意思っていうのかな、そこを大事にやってる感じが、最近だからホンダ車アコードとか全般的にだから僕なんか結構絶賛してますもんね。だからなんか最近ホンダが大事にしてる振動特性であるとか仕上げ方とかが僕の今感覚にはマッチしてるんですよ。全然オデッセイもこうして欲しかったんですけど、オデッセイ買っちゃったけども、なんでこれができてオデッセイ今みたいになっちゃってんの。オデッセイもあれマイナーチェンジでここまでやればよかったのに。いやすげえんすけど、ちょっとこれで価格考えたら、あ結構価格破壊用ですね。でこれ分かります、あの分かりますって、そのカメラに入ってるかどうか分かんないですけど、これトンネルの中に入ったのに音の変化がすごい少ないんですよ。これもうちょっと落としてもいいんですよ。でしかもこれコンクリ路面なので、今ここコンクリ路面ってことはちょっと当たりが硬くて音もちょっと出やすいんですよ。で要は通常のアスファルト路面とコンクリート路面って違うので、それでこれ、いやーいい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 。前後の重量バランスで言うと、これもしかしたら肉、まあ後で乗るので分かりますけど、肉になるとちょっとね、このピッチング方向で動きが生じるかもしれない。四輪駆動の方が重量は重たいので、何キロだっけな、確か60、70キロぐらいは重たいんじゃないですかね。いやーすごい、喉にも優しい。これ声そんなに喉を痛めるような張り方してないです、トンネルの中で喋ってるのに。要はコンパクト系のこの SUV でトンネルの中を声を張らずに結構話してること自身がこの車の静かさを物語っていると思います。結構フォルクスワーゲンの音の作り込みにも似てるかもしれないです。音圧変化を防ぎましょうみたいな。少しね前と後ろの不調和感が出る時はあるけど、え、なんで突然雨なの、やめて。霧一山越えたらなんちゃらみたいな、いやちょっと、ま、前見えないんですけど、こういう時はミリ波レーダーがほんといい。こういう風に今人の目で見えないじゃないですか。でそういう状態はマルチパーパスのカメラだろうが人の目を超えることはなかなかできなくて、要は人が見えない、人の目は超えるな最近のマルチパーパス、人がうわ見えないよっていう暗いところでも結構明るい映像で出すので、そういった意味では最近人の目を超え出しているような形ですよ。でもピントを奥近くとか、これができるのが人の目の凄さであって、まあまあちょっと話それそうなんでやめておくと、まあでもこういう目で人間の目が見て、いや見えづらいなっていう環境はマルチパーパスのカメラも、いやいくらダメです、高解像度でも制御精度としては落ちます。なのでこういう場面で一番強いのはだからミリ波レーダーですよ。
もうミリ波は電波なので携帯電話霧の中でも使えるのでお分かりの通り電波バチーンって飛んできますので、こんなの関係ないですから、まあ一長一短なんですよ。だから運転支援の人間の目の代わりをする何かしらのセンサーも 100% これ完璧なんていうものはもうこの世にはなくて、だからそれは自動運転を将来やろうとするために最新型で出てきてるライダーだってそうですよ。100点満点じゃないですよ、あれも光なので、その正体は。さあカーブ結構きつめ、結構リア駆動もしっかり働くんだな、あんなに細い感じのドライブシャフトだったのに。一瞬見た時僕もちょっと心配になりましたよ。皆さんも心配された方いらっしゃると思いますけど、いや乗り心地ほんといいですね、もうマジでいいっすよ。さあ今麹町です。いやほんとね、静かでとってもいいと思います。ちょっとこれ僕の USB です。これ携帯充電できます、携帯充電できます、 USB-C です。これいつものなんか面白い形のやつです。まあこんな USB の接続のケーブルを使っております。あとねこれそよ風モードがねさりげなく使ってたけど結構いいですよこれ。このそよ風モードってちょっと窓ガラスにも風を当てながらふわっと風包むような結構感じですね。なんかほんとねそよ風風来てるんですけど、そのこの吹き出し口から来る時のいつものうわちょっとうざいうざいみたいな感じはないですね。ちょっとほんと車いいんですけどどうしたもんかな、マジでどうしたもんかな、すげえな、僕の感覚にほんと合ってるんですよね。だからそもそもで言ったらもうこのハンドルのしっとりとした感覚、これがもう何よりもまずいいんですよ。 GO!加速力はまあ必要十分でも1名乗車でっていう状況だから、これで複数名乗っていて上り坂でって言ったらいやもうちょっと欲しいよっていう感覚はあるかもしれないですね。それを踏まえた時にいやちょっとねここの路面ってすっごい荒れてるんですよ。実は全然荒れてる感じで伝わんないでしょ、体に対しても。でこれシートのクッション性もいいですね、これシートでもそう感じさせてるんですよ。シートいい、ハンドルから触れるところがいい、耳から入る音をコントロールしてます。アクティブサウンドとかそういったスピーカーからの音じゃなくて防音材系であるとか、なんか特別大きい音とか音圧変化をもう極力下げるためにっていうところで様々なことやってますので、これだから内外装紹介の僕動画でもお伝えしましたけれども、だからリアハッチかなんかにフレーム入れてますもんね。リアハッチってちょっと振動するのでその固有振動数消すために、だからビビリ音とかも対策かけてますし、ちょっとこれねやばいな。まあたまにこういう風にエンジンがうなる感じの音っていうのが気になるっていう方いらっしゃるかもしれないですけど、もうねうなってもうなってるっていう感触じゃないですよ。でも運転してる感じでもねもういいいい、僕的にはいい。その音はいいっていうのは歓迎っていう意味のいいではなくて、その納得ができるっていういいっていう意味ですね。その納得ができるって何かっていうと、いや不思議、僕今右ウインカー出しましたから、右ウインカーって今ワイパー動かそうと思って右ウインカーですよ。だからなんとなく輸入車感が漂うような、要は質の高いっていうのかな、まあこういうちょっと偏見かもしれないですけど、ちょっと輸入車を思わせるようななんかしっかり感のある質感の高い乗り味だと自然と僕左側の手がウインカーを動かそうと思うと動く。だからその感覚で今ワイパーを動かしたかったから右を動かしちゃったんですけどウインカーが出ましたっていうぐらいですよ、この車の。だから答えですよ、だから自然な感覚の中で輸入車的感覚で今乗ってるんですよ。いやちょっと話それちゃいましたけど、だからエンジンがうなるのも全然納得です。だってエンジンうなるって言っても上り坂のもう自家発電してそれも加えていかないと間に合わないよみたいな状況じゃないですか。
絶えずモーターでエンジンは動かないので、もう極力頑張るって、 e パワーもそうですけど、なるべくリチウムイオンバッテリーからどんどんバッテリー供給、電力供給してモーター動かそうよって、エンジン動かすのは極力抑えようよと。でエンジン動かすのはこういう一定速で走ってるとか、こういった要はもうトンネルの中なんて絶えずエンジン動いて発電してるか、もしくはもう今この状態は直結クラッチがつながっております。なので今エンジン駆動で効率よく走っております。だからエンジンがやっぱり効率がいい回転数っていうのはあるので、それを使える速度域とか走行負荷条件の時にはもうクラッチが直結してっていうのは、もうこれ EHEV もうオデッセイもそうですし、 CRV もそうですし、フィットもそうですし、だから全部そこは共通してますよ。だからそこは変わらないですね。でいざっていう時にバッテリーからも供給しながら、直接エンジンでガンガン発電かけながらの電力供給も加えてドーンって加速するんですけど、さっきの上り坂とかだとそれが出てた状態ですかね。今なんかはちょうど、バッテリーからも供給されてエンジン駆動でもっていう、今トラック後ろから来ちゃったのでちょっと加速したので、その瞬間直結クラッチは解放されてエンジンは駆動しながらも発電機に変わった瞬間です。で今発電機です。エンジン発電機っていう、そういう状態です。でもこのエンジンの稼働全然わからないでしょ。ほらトンネル開けたらいきなりこんな晴天、すごいっすね。いやすごいわ。ちょっと運転支援も試そう。さあ本田さんの運転支援はすげえ右寄ってく。大丈夫、ちょっとゴロゴロ言ったよ。大丈夫、ちょっと待って、一回切ろう。切って、はい、認識しました。このセンターの部分でスイッチを入れた方がいいのかな。今なんか無造作にスイッチ入れたら右側キープみたいな感じになっちゃいましたけど、そういう制御やってるのかな。プジョーシトロエンみたいですね。プジョーシトロエンはこの車線のレーンキープの、要は白線の間をビシッと走るよっていうスイッチを入れた瞬間に、左側の車線に寄ってたら左側キープ、右車線に寄ってスイッチオンしたら右キープみたいな、そういうのまでやってくれるんですけど、なんかちょっと今似た感じでしたね。今結構右寄ってった。ちょっとやってみよう。右にあえて寄ってってスイッチオン、これ右キープになるんじゃないですか。ほら結構右キープ。あでも真ん中寄ってきたぞ。前の車を補足してるからかな。でも結構車任せで走れる感じですよ。これだから車線逸脱云々じゃなくて、まあホンダはレジェンドレベル3もやってるぐらいですので、自動運転の この先自動運転がありますよっていうのをイメージさせるような、本当レーンキープ能力ですよ。だからビシッとしてます結構。さあ山中湖で降りましょう。いやいいじゃないですか。本当静かさ含めて相性いいし、車との、一つあと言えるとしたら、重たいホイールに変えない方がいいです。タイヤとかもちょっと大きくしたりするとちょっとしんどいと思います。なぜかというとちょっと振動が出ている時がある。振動って足回りの強振振動です。これ特にフロントも出てるな、リアも出てるな、ブッシュ容量がまあ大きいから、結構メルセデスにちょっと似てるような振動特性かもしれないですね。ブッシュ容量を大きくしてその分でブル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 って出ちゃうような、そういう振動ですよ。だからそれがあるから乗り心地の良さがあるんですけども、でも大きいギャップをボンっていった時に、その大きいゴムブッシュ、要はなんて言うんでしょうね、ゴムの塊みたいなものですよ。それがブル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 って震える要因になっちゃうじゃないですか。で今回このベゼルはその大きいゴムにすると、横から力が加わった時にこれゴムってやっぱよれるじゃないですか、こういう風に。なので外側にケースをつけるって、フランジ型の外のアウターの蓋をちゃんとフランジをつけてあげて、この横のねじれを防ぐっていうのまでやってて、結構ねやってることすごいんですよ今回のベゼル。だから
あと一つ安全運転のためにもいつもなんか一つ入れればなって僕思うんですけど、今青信号になったじゃないですか。僕はあの右左確認してるじゃないですか。トップスタートの方はこれやった方がいいと思います。あの青信号だからってもう信用、自分の身を守りたいんであれば信用せずに、あの右左ぐらいは軽く見て、本当に車が、あの要は赤信号になった車がちゃんと止まってるかどうかぐらいは、減速してるのかどうかとか、そのぐらいは確認してからトップスタートは出るのを僕はおすすめします。あの青信号だからでドーンと出て、こっちは悪くないですよ、青信号だから。赤信号で向こうが来ちゃった、向こうで事故したらもちろん向こうが悪いんですけれども、そんなこと言ってる場合じゃないじゃないですか。怪我をしたりとか車ぶつかって間違いなく損しますので、車ぶつかったら。だからそれ考えたら、ほんのちょっとの気遣いでそういった事故って防げるので、だから僕そう考えると、後ろのブラインドスポットもモニターも大事ですけども、前側の本当ブラインドスポットモニター、こういう青信号が開放された時とかにもどんどん使ってもらいたいなって。この車ついてないか、フロントにミリ波レーダーは。リアだけですもんね。だからこの車はミリ波レーダーはもうフロントには0個、後ろの角に1個で、これは後ろから来る、車を見てますっていう、まあそういうミリ波レーダーがついております。なんか全然話それちゃいましたけど、いや何にせも結構いい車です。結構いい、追い込んだとしてもいい。でもこれ後方車なので、交差の範囲内でものすごいいいレベルに全数チェックではやってるはずなので、このレベルで本当に全部の市販車が来るかどうかわからないですけど、でもまあ悪くはないですよ、この乗り味。本当このレベルで来られてて、若干交差が乱れましたで出てきたとしても、交差が乱れましたって言っても商品としてはちゃんと性能範囲内ですよ、もちろん当然ながら。でもあの交差が乱れたって言ってきたとしても、この今能力を持ってたらそんな全然気にならないと思います。ちょっと出来すぎぐらいだと思います。だ唯一ホイールの今もちょっとだからリアブッシュ強振ですね、これ。あのだからこれホイールを重たくするとダメですね、おそらく。もうちょっとでも重たいホイールはもうこれキャパ超えると思います。今この純正でついてるホイールサイズのが限界ですね。だからインチアップを考えてる方とかはちょっと相当考えた方がいいと思います。まあ僕から言えるのはそのぐらいですかね。まあ何分いいです。ちょっとこれから乗り換えていきます。これが E ヘブだから可能なのか、ガソリンモデルでもこれが出てるのか。ガソリンモデルでもしこれが出てるんであれば、ガソリンモデルも結構お買い得じゃないですか。でもガソリンモデルは Z グレードじゃなくて G グレード相当なので、ちょっと乗り換えの時に僕カタログ見て装備改めてちょっと確認しますので、はい。これ運転支援がついてるんであれば、電動パーキングとかそういうのがついてるんであれば、ガソリンもいいんじゃないですかね。まあそんなわけでちょっと今からガソリンモデルに乗り換えたいと思います。ひとまず今回のベゼルすげーです。はい、もうこれ言えます、すげーんですよ。はい、これね、ちょっと今後このライバル系みんなヤリスクロスであるとか、CX3 とか、いや今だからレベルすっごい高まってますよ、このコンパクト SUV。 すっげーです。その中で言うと、今僕の感覚だけで言うと、これトップかな、多分トップだと思います。ちょっとペースを上げて走るっていうと CX3 とかもちょっと話がそれそうなので、じゃあガソリンモデルでまた、はい、試乗していきます。もしかしてこれで動画1本出来上がっちゃったりしてて、これが締めかもしれないので一応締めておこう。あの他にも動画何本も作りますので、ちょっとこれはね正確にいろいろお伝えしていきたいなって思う動画ですので、もしかしたら本数増えるかもしれません。ひとまず、今乗ったのはホンダの最新型ベゼル、EHEV の四輪駆動でした。今回も最後までご視聴ありがとうございました。ではでは失礼いたします。イカライフを。